5月18日、東武鉄道は22日にグランドオープンを迎えた東京ソラマチをプレス向けに公開しました。東京ソラマチは東京スカイツリーに併設された商業施設で、総床面積5万2000平方メートルの広大な敷地に312もの店舗が集結。コンセプトには新下町流を掲げ、新しい下町の魅力を盛り込んだ9つのゾーンから構成されています。東武鉄道賃貸事業統括本部 SC 事業部木村義信課長にお話を伺いました。スカイツリーを中心とした商業施設になってますが、当然ながら大勢の方がいらっしゃいます。老若男女、お年寄りから若い方、またファミリー、さまざまな方がいらっしゃいます。また世界中から、また日本の遠いところからもいらっしゃるんですが、そういう方々がどんな方がいらっしゃっても何らか発見をしたり楽しんでいただけるというような施設になっているところが最大の売りだというふうに思っております。東京ソラマチには人気の飲食店、ベーカリー、グロサリー、惣菜店などが勢ぞろいしており、日本各地の名物料理、また東京の下町の味を楽しむことができます。東京スカイツリーにちなんだ限定商品も多数販売されています。30階、31階に位置するソラマチダイニングスカイツリービューでは、地上150メートルからスカイツリーを眺めながら食事を楽しむことができます。日本の魅力を世界に向けて発信することを目指したジャパンエクスペリエンスゾーンには、国分のオフィシャルショップ問屋国分もオープンしました。菓子、缶詰、種類などをミュージアム風に展示するスペースで、海外の方に日本の食文化を知ってもらうためにも役立ちそうです。こちらはフードマルシェ内にある湯葉専門店うずきの鈴木富子さんにお話を伺いました。北海道十勝平野の音更の大袖振り、千葉県神崎の神崎在来、滋賀県の近江八幡の水くぐり、3種類のお豆をブレンドして豆乳を絞っております。そちらからできた青大豆の湯葉でございます。私どものお店は本店が北千住にございます。地域密着型のお店を目指しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。